インのもののけ姫ことまこです。今日はこれから秋田フェリー港に向かいたいと思います。現在の時刻2時半ですね。朝の2時半、真っ暗です。朝6時出発の、フェリーなんですけど、1時間前に来てくださいということで5時着で今目指してます。だいたい鶴岡から2時間半くらいかかるので向かってます。いやー、起きれるか不安でさ、もう起きなきゃ起きなきゃって思うと寝れないよね、深くだからなんか変に1時半で起きる予定がずーっと頭の中起きてる感じで、結局1時で起きてみたいな感じでした。これから1週間北海道旅行になりますけど、まあ多分すごいたくさん映像があるから、いろんなところで中途半端に映像が切れるかもしれないけど、何々編、どこどこ編っていう風に撮れていけたらなと思います。今回は行きも帰りもフェリー使うので、フェリーの中も車椅子どんな風に過ごせるかなっていうのを撮れれたら嬉しいです。嬉しいですというか頑張ります。まずは秋田行きまーす。お腹すいた、着きました。とりあえずおはようございます。どこまで乗せんで、はい、乗車券チケットはお持ちですか？でエレベーター券壺ですよね。これは大工の下がれ証明書なんで、このままで乗船できませんので、1階の窓口で手続きお願いいたします。スロープって あっちに、あれがスロープなんです。こちらが入ってくる。今日の乗船時間は5時50分。こっち あのバスって書いてるとこ、あれ行ってください。逆走っぽくしていいですか？そこで誘導してます。あ、はい、ありがとうございます。事前に電話で申し込んでたので、着いたらちゃんとカウンターまで行って往復のチケットを受け取ります。この右側の通路が車ない人の歩道で、こっちが車ある人が車乗っていきます。こうやって荷物がどんどん運ばれていっていますよ。他に車椅子スペース使っている方がいたんですけど、エレベーター近くでちゃんと止めさせてもらいます。もう客室まではこんな感じで普通のホテルと一緒に見えますね。はい、ここです。フェリー乗りまして、今出港しておりますね。まずはお部屋紹介していきたいと思います。今回は、デラックス B ハンディキャップルームっていうところを取りました。はい、まずちゃんと扉入り口が引き戸の部屋になっています。で、中はこんな感じでツインルームですね。ツインのお部屋になっております。はい、ただデッキがあると思ったんだけど、デッキはなかったから窓からの海でございます。で、ソファーも2つあって、でテーブルとかはやっぱり船なので動かないように固定をされてました。だからカーテンも開けたくてもちょっと手が届く範囲でしか開けれなかったです。ベッドも片方には手すりがついてますね。ちゃんと真ん中も車椅子通れる感じでした。テレビもあって、じゃあお風呂なんですけど2つありました。こっちは段差があって車椅子の人は入れないんだけど、ここはここで介助者とか家族とか健常者の人が入れるような作りになってます。本当に普通のビジネスホテルと同じ作りです。こちら車椅子の人用のお風呂場です。もう普通、それこそちょっと古めな
バリアフリールームと同じ作りですね。なんかいろんな椅子もたくさんあってこんな感じで全然入れるのではないでしょうか。下はカーペットなんですけど、ちょっと漕ぎにくいカーペットですね。車椅子の人にとってはちょっと重めのカーペットになってます。こういう風に黙ってると揺れてる感あるんですよ。やっぱり多分立ってる人とは違う感覚で、車椅子だともろに来るのかな、ちょっと揺れてる感じがするので、まあ扉とかもさっき引き戸って言ったけど、引き戸も傾いてたりするとバーンって閉まります。なのでそこは注意しなきゃいけないのかなと思います。あ、やっぱちょっと揺れてる。あー、なるほど。じゃあこれからお船の中をいろいろ見ていきたいと思います。この船にはバリアフリールームがもう2つあって、窓がない部屋、ランクが低い部屋ですね、があります。まあ部屋は入れないんですけど、近くに行ったらこういう風に多目的トイレもありました。で、まあ中は見れなかったんですけど、車椅子の人が入れるお風呂も部屋の近くにあったので、安く済ませたい方はそちらがおすすめです。はい、ということで館内を散策してみましょう。まさかびっくり、シアタールームがなんとありました。結構広いよ。ちなみに本日は10時からトムジェリがあるそうです。館内は結構広いです。やっぱり窓付きじゃないお部屋とか雑魚寝のお部屋の人たちはこういうカフェスペースとか海が見えるところで皆さんくつろいでました。でカフェとかは常時空いてるわけじゃなく時間で空いてます。エアホッケーがあったり、あとはゲーセンがあって UFO キャッチャーとか、まあ、パチスロとかなんかボタン系のゲームが置いてありました。でレストランも広いんですけど、私はちょっと食べに行かなかったですが、朝と晩ご飯と昼も出るのかな、出ます。晴れてるタイミングでデッキに出るとめちゃくちゃ気持ちいいです。意外と陸からそんな遠いところを走ってないので、全部360度海っていうタイミングは多分なくて、基本的にこう遠くに陸が見える感じですが、すごい気持ちよかったです。すごい、先に入れてもらいました。こんな感じで、はい、ということで12時間の船旅が終わりました。よかったよ、めっちゃよかった。酔うけどね私はすごい酔いやすいタイプで、で車椅子のまま例えば部屋にいてテレビとか見てたりするとやっぱ揺れを感じて酔う。だから部屋にいるときはベッドに寝転がってた方が、逆にそのベッドに寝転がってるときはちょっとした揺れが気持ちよくてすごく寝れるんだよね。ただ動き回ってたり外に出て海見てたりすると酔わない。外に出てるときはなぜか酔わないんだよね。私の部屋は窓がある部屋だったからめちゃくちゃ快適だったけど、だいたい安い部屋って窓ないなんかちょっと監獄みたいな感じだから、まあ、酔わない人とか別になんていうの、部屋で寝てればいいみたいな人とかはその安い部屋でいいと思うけど、部屋でもゆっくりしたいっていう人はやっぱ普通のデラックスとか窓がある部屋を取った方がなんかゆっくりできるのかなって。ただ人が少なかったから、まあ、シーズンじゃないっていうのもあると思うけど、結構そんな人目気にせずにゆっくりできるのかなって思いました。飛行機と違って移動の時も寝てもいいし食べてもいいし風呂入ってもいいし遊んでもいいし動き回れるし目的地に着くし、全然疲れがたまらない、その移動での疲れがたまらない、だからいいなって思いました。まあ、帰りもまたこの夜ですね、船旅をするんですけど、時間があるんだったらやっぱりいつかは私豪華客船の旅してみたいなって思ってたから、もうちょっと時間ができたらやりたいなっていう風に思いました。
まあ、とりあえずこれが降りたら1時間くらいかけて苫小牧から帯広に向かいたいと思います。今回まず1本目フェリー編でございました。皆さんこの動画が良かったな、ためになったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。すごいね、こんなに積もってんだ。すごい。楽しくない？みんな見てる、楽しい。これ船の中で行われてるってすごいね、感動するんだけど。なんかいや楽しい。キャンピングカー欲しくなるな。バリアフリーのキャンピングカー誰か一緒に作ってくれないかな。レッツゴーレッツゴー。そうなんか広いなっていう感じはあるんだけど、牛がいっぱい積まれてたよ。そんなさ、牛なんてさ別に珍しくないだけどさ、すごい積まれてたのがなんか急に北海道だなって感じしちゃった。